なんだか久しぶりですね。こうして5人揃ってマネージャーさんと会うのは。ここのところ仕事が忙しかったからな。俺もサニーピースのみんなも。最近はグループ活動の他にソロの仕事も増えてきましたからね。今日はしずくちゃんがラジオに生出演するのよね。それからちさちゃんは午後からグラビア撮影です。私一人なんて不安だけど。白石さんのグラビアはいつも評判いいですよ。兵道さんのラジオは賛否両論ですけど。私もさっきまで雑誌のインタビューを受けていたわ。東京に進出してからみんな忙しくなったわよね。仕事が増えるのはいいこと。人気が出てきた証拠。うん、忙しいのはいいことだよね。私はテレビの食レポの収録があるんだけど、なんだか私だけ仕事がバラエティ寄りじゃないかしら。はるこさん、バラエティもアイドルの大事なお仕事ですよ。それでマネージャーさん、今日は大事な話があるって聞いたんですけど。そのことなんだが、みんな心して聞いてほしい。実はサニーピースの新曲を出すことが決まったぞ。本当ですか？やったー！新曲、楽しみ。どんな曲になるのかしら。誰が作詞作曲するか、もう決まってるんですか？そのことで俺から提案があるんだ。今度の新曲はみんなで作詞と作曲にチャレンジしてみないか？私たちが作詞と作曲の両方を？前はみんなで作詞をしたけど、今度は作曲にも挑戦してよりみんなの個性をアピールしたいんだ。私やってみたいです。新曲をみんなと一緒に作りたい。でも作曲なんてできるかな。大丈夫よ。みんなで力を合わせればきっといいものができるわ。私たちで最強のアイドルソングを作る。そうと決まれば早速作戦会議をするわよ。里見さん、事務所の会議室は空いてますか？はい。今日は会議室を使う予定はありませんから、自由に使っていただいて構いません。じゃあみんな会議室に移動して新曲の打ち合わせをしよう。後のことは橋本さんにお願いしてもいいかな？もちろんです。大船に乗ったつもりでお任せください。マネージャーさんは一緒に来てくれないんですか？ああ、悪いけど俺はこれから別件の仕事があって。どうかしたのか？いえ、何でもありません。お仕事頑張ってください。様子が変だな。仕事が終わったら話を聞いてみるか。おい、今帰ったぞ。新曲の打ち合わせはどうだ？先輩、ごめんなさい。サニピの皆さんが大変なんです。助けてください。アイドルは安易に路線を変えちゃダメ。自分たちのスタイルを貫くべき。今までと同じことをしても意味がないでしょ。新曲なんだから新しいことに挑戦するべきよ。例えば、そう、ラウドロックやメタルに挑戦してみんなデスボイスで歌うとか。それはアイドルの先人たちがすでに通った道。挑戦するなら未開拓ジャンル、民謡とか。どっちも私には無理だよ。まあまあ、二人とも落ち着いてね。そういう春子さんは、私に詰め寄る時だけ二人の息が合ってるよ。さくらちゃんはどう思う？さくらちゃん、さっきからやけに静かだけどどうしたの？聞いてなかった、ごめんなさい。さくらは私たちのリーダーなんだから、もっとしっかりしてよね。みんなごめんね。さくら、どうしたんだ？